もうとにかく物なんか持ってられないからとにかく逃げようって言って、車で塩釜神社まで避難したっていう格好だったんですね。で本当にあの出足が早かったので車で避難もできたんですけど、うん、もうちょっと遅かったら、ね、うん、2、3分本当に何持っていこう、カニ持っていこうなんて言ってたら、うん、ちょっと車でも動けなかったんじゃないかなって思いますね。ダブンと波かぶったやつなんですね。波かぶってその辺にあるのが大体波かぶったもんですね。これとかみんな島かぶって、そっちの半分が物着だったんですよ。ここのこう今いるところはですね、ちょうど畑っていうかこうちょっとこう植木とかいろいろ植えてたところなんですけども、そこをこう作ってもらってですね、当時物も人もなかなかない中で、その石巻の大工さんたちが被災してもう仮設に入っている大工さんたちが石巻からここまで来てくれて作ってくれたんですよ。の方でね、あの写真の洗うっていう仕事もね、何回かは行ってですね、閖上の中学校の方にですね、それ手伝いには行ったんですけども、こう本当に歴史ですよね、やっぱりね、写真っていうのはね、自分たちのね、そうですよね、うん、こう生きてきた証っていうかね、震災あった人も聞くと、やっぱり写真がないんだよねってこうね、言うんですよね、やっぱりね。普段はね、整理もしないでね、その辺に置いてた写真がね、あの写真がなくなっちゃったとかね、うん、あると思うんですよね。写真撮るときって、やっぱり幸せなシーンを、幸せな気持ちでやっぱり撮ってるものが多いので、うん、やっぱりそういうもののね、うん、歴史っていうか、記録っていうか、それがやっぱり写真の良さっていうかね、うん、日本は一つ、地域は一つっていうね、この改めてその気持ちがこう一つになるっていうことの大切さっていうのをこう日本人がね、こう改めてこう感じたことなんだと思うんですね。だから私たちもお互い様なのでね、何かあればね、こう返していけるものがあればと思うし、そういう形でやっぱり今改めてこう助け合いっていうのがとても大事だなっていうふうに思いますね。支援いただいた方にはね、うん、本当にありがとうございますということで御礼をしたいと思います。